メアリー・ガーデンはフランスとアメリカ合衆国でオペラ歌手として活躍したスコットランド人ソプラノ歌手。幼少期に渡米してアメリカ合衆国の市民権を取得しているが、長年フランスに暮らし、スコットランドに引退した。オペラ界のサラベルナールと評されているように、有能な声楽家であっただけでなく、演技力に秀でた女優でもあった。 コア色の興味深い使い分けをする陰影に富んだ演技は特に賞賛の的であった。広い聖域と柔軟性に恵まれた美声によって1900年代のパリで最初の成功をつかんだオペライコールコミックザの主役級のソプラの歌手となり、クロード・ドビュッシーのペレアスとメリザンドのメリザンド役を含む数々の役柄の世界初演を行い、音楽史に名を残した。 ジュール・マスネとは密な協力関係にあったことから、その過激の解釈は他の追随を許さず、シェルバンを作曲してもらって主役を演じた。1903年から1929年にかけて、エジソン社やパテ社、コロンビアレコード、ビクター社によって多数の録音が残されている。1907年に、 オスカー・ハマース・タイン一世に説得されて、ニューヨーク市のマンハッタン歌劇場に出演すると、たちまち成功を収めた。1910年までに、ガーデンの名はアメリカでおなじみのものとなり、ボストンやフィラデルフィアなど、米国の大都会の歌劇場に進出を果たした。1910年から1932年までは、シカゴを拠点とし、差し当たって1910年から1913年まで、 シカゴ大歌劇団に出演してから、ついで1915年にシカゴオペラ協会の会員となり、1921年にはその監督に抜擢された。翌年に協会が破産したため、わずか1年間の任期であったが、セルゲイ・プロコフィエフの三つのオレンジへの恋の世界初演の舞台演出を引き受けたことは名高い。その後まもなく、シカゴ市民歌劇場の監督に就任するとともに、 1931年までは歌手としても舞台に上り、いくつかの米国初演を行った。また、サミュエル・ゴールドウィン製作の2つの無声映画にも出演している。1934年に舞台から引退すると、メトロ・ゴールドウィン・メイヤーに人材発掘担当として務めつつ、1949年までドビュッシーの生涯や作品について、講演取リサイタルを開いたりした。 スコットランドに引退してからは、1951年に、自助伝、メアリーガーデン物語を上司して成功させた。スコットランドのアワディーンに生まれる。9歳の時に家族に連れられ渡米し、マサチューセッツ州チコピーに移住するが、ほんの数年で、コネチカット州ハートフォードに引っ越し、1888年には、イリノイ州シカゴに転居した。新人歌手として将来性が嘱望されると、 富豪デイビッド・メイヤー夫妻の経済的な援助を受けて、シカゴのセイラ・ロビンソン・ダフに入門することができた。1896年には、引き続き、メイヤー夫妻の援助のもとに、パリに留学、一時期トラバデロやリュシアン・フュージェールに入門するなどして、さらに学習を続け、ジャック・ブイ・アジュル、シュバリエ、マチル・デマル・ケージにも支持している。1899年には支援者からの後ろ盾を、 失ったものの、米国人、ソプラノ歌手のシビル・サンダーソンに支持するようになる。サンダーソンは、マスネや、オペライ・コール・コミック・座の当時の支配人ワアルベール彼に引き合わせた。彼は、ガーデンの恋に感銘を受け、1900年にガーデンを、オペライ・コール・コミック・座の出演者名簿に加えた。1900年4月10日に、オペライ・コール・コミック・座において、 ギュスターブ・シャルパンティエのルイーズの主役を演じ、オペラ界にデビューを果たす。ガーデンはルイーズ役を稽古していたとはいえ、土壇場で病気のマルト・リオトンの代役に抜擢されたため、初舞台が事業計画に組まれていたわけではなかった。ドビュッシーのオペラのメリザンド姫に扮するメアリー・ガーデンデビューを果たすと、たちまちオペライコールコミック座の主役級のソプラノの一人となった。 1901年には二つの世界初演で主演した。一つは、ルシアン・ランベールのラ・マルセーエーズのマリー役であり、もう一つは、ガブリエル・ピエルネのタバランの娘のディアーヌ役である。同年エクスレ版において、マスネのダイスのタイトルロールを歌い、モンテカルロ歌劇場では、マスネのマノンとアンドレ・メサジェのおクさんのタイトルロールを演じた。1902年には、 クロード・ドビュッシーの指名を受けて、ペレアスとメリザンドの初演でヒロインを演じ、ガーデンの演技は評論家から称賛された。リハルト・シュトラウスの楽劇、サロメの2つ語版では、主役を総称して、大旋風を巻き起こした。ペレアスとメリザンドの成功に続いて、まだパリで公演に出演中に、一時的にロンドンに、渡り、コベント・ガーデン王立歌劇場で歌った。 1902年から1903年までのコベントガーデンの定期ではマノンのタイトルロールやグノーのロメオとジュリエットのヒロイン同じくグノーのファウストのマルグリット役として出演しているしかしながらガーデンはロンドンが気に入らず二度とロンドンでは契約しないことに決めた一方このゴロペライコールコミック座ではマスネのグリセリリスのタイトルロールや ジュゼッペ・ベルディの椿姫の主人公、ビオレッタ・クサビエルルーの王妃・フィアメットの王妃役、サン・サーンスのエレーヌの主役を演じた。また、1905年にはモンテカルロ歌劇場におけるマスネのシェルバンの世界初演で主人公を演じている。翌1906年にはオペライコールコミック座に復帰してカミュエル・ランジェのアフロディーテの世界初演で クリシツ役を演じた。タイスに扮するメアリーガーデンオスカーハマー,ースタイに一世からメトロポリタン歌劇場におけるコンテストに参加するよう説得されてオペライコールコミック座との契約を破棄しマンハッタン歌劇場に入団した。1907年11月25日にマンハッタン歌劇場においてすっかりお似合いの役柄となったタイスのタイトルロールを演じて 米国デビューを果たした。マスネのノートルダムの曲芸師への摩訶不思議な少年の役での出演やドビュッシーのペレアスとメリザンドの米国初演によってさらにアメリカの聴衆の度疑問を抜いた。1908年にはパリに戻ると1シーズンのみオペラ座に出演しアンブロワーズ、トマノキハムレットのオフィーリア役やアンリ・フェブリエのモンナ・バンナのタイトルロールなどを歌った。 ブルースセルではファウストのマルグリット役を演じている。その後1909年にニューヨークに再上陸しリヒャルト・シュトラウスのサロメの主役を演じた。この公演では全身タイツを着用して臨んだ七つのベールの踊りよりも洗礼者ヨハネの生首に身柄な口づけをする場面においてアメリカ人聴衆の大多数に倫理的な衝撃を与えた。ハーバートの ナトマのタイトルロールに噴して1910年までにガーデンの名はアメリカ国内に知れ渡った。1910年にマンハッタン歌劇場を対団して1913年までシカゴ大歌劇団に移籍し、メルザンド役やマスネのドン・キショットのジュルシネアビメ役、同じくマスネのサンドリオンの王子役、ビゼのカルメンやプッチーニのトスカのヒロインを演じた。 アメリカの他の大都市にも出演し、ボストンではアンリ・フェブリエのモンナ・バンナの米国初演で、また1911年2月25日にはフィラデルフィアにおいてビクター・ハーバートのナトマの世界初演で、それぞれヒロインを演じた。ついで1915年から1921年までシカゴ・オペラ協会に出演し、マスネのクレオパトラの主人公やアンリ・フェブリエの ジスモンダのタイトルロール、モンテメッチの三人の王の恋のフィオーラ役などを演じた。シカゴオペラ協会の最後のシーズンとなった1921年から1922年には協会の監督にも就任して、プロコフィエフの三つのオレンジへの恋の世界初演の舞台制作を引き受けている。この頃にはサミュエル・ゴールドウィン制作の二つの無声映画にも出演した。 第一次世界大戦中はフランス政府とセルビア王国政府から受訓し、1921年にはレジオンドヌール勲章シュバリエ級を授与された。1922年には新設されたシカゴ市民オペラに監督として就任するとともに、1931年までは歌手として出演もした。演じた役柄にマスネのウェルテルのシャルロット役、フランコ・アルファーノの 復活の不都合版におけるカチューシャ役、アルティュール・オネゲルのジュディットのヒロインが挙げられる。1930年にはハミルトン・フォーレストのカミーユの世界初演にも出演し、同年にはオペライコールコミックザに復帰していくつかのオペラに出演した。1931年にシカゴ市民オペラが倒産すると、その最終公演であるカルメンに出演した。 1934年にアルファーノの復活のカチューシャ役でオペライコールコミック座に出演したのを機にオペラ街から優退する。引退後は MGM のタレントスカウトを務めたり、1949年までクロード・ドビュッシーの生涯や作品について講演してリサイタルを開いたりした。生涯のほとんどを通じて若手歌手を大っぴらに引退後はマスタークラスを主催して、 若手芸術家を支援し続け、有望な若手には無料で参加することも認めた。メアリー・ガーデンは、自助伝やマイケル・ターンブルの評伝に描写されているように、我を通す方法を心得ていた典型的なディーバであった。様々な音楽家仲間との数々のいがみ合いの末に、いつでも勝利者として成果を出し、とうとう、シカゴ・オペラ協会の支配権を手に入れている。華やかな私生活は、 本人がしつこく自己宣伝したことも手伝って、講演よりもしばしば注目の的となり、恋愛返歴は、真実であれ架空であれ、と書く集文として、新聞紙を賑わせがちであった。自助伝、メアリーガーデン物語は、不正確さが欠点となっている。客色や誇張を加える、いつもの癖で、趣向を作成するときには決まって、出かせを並べていた。メアリーガーデンは、 生涯最後の30年間をアバディーン近郊のインバーリーで過ごし、同地でよう去った。アバディーン生誕にはメアリーガーデンを記念して、商店園が造営されており、中には小さな石碑とベンチが据えられている。メアリーガーデンは1903年から1929年にかけてグラモフォンタイプライター社やコロンビアレコード、 ビクター社のために録音を残した。その音源は再発を重ねて歴史的なオペラ音源の愛好家の興味の的となってきたがガーデン本人は録音スタジオでの活動の結果に大抵失望してばかりであったという。中でも最も興味深いのは1904年にパリでクロード・ドビュッシーの伴奏で作成した録音である。放送音源からも少数ながら音版が 作成されている。ガーデンが出演した二つのサミュエル・ゴールドウィン制作の無声映画のうち、1917年に制作されたのがマイコ・タイイスであり、1918年に制作されたのが第一次世界大戦を舞台とした恋愛映画、誉れの犠牲であった。ガーデンの声がなかったために演技は酷評され、どちらの映画も成功しなかった。ありがとうございます。